展示方向に改造感が足りてないので、そこがなちょっと進行方向側の見える範囲が狭い。いろいろなメーカーの中で一番自然と言っていいと思います。これはめちゃくちゃマツダがこだわってるポイントなんですよね。はい、どうも、車カルチャーワンソクチームです。今回は今改めてのマツダ CX-30 と、こちらクロス D の L パッケージ、こちらを今お借りしてます。なんで借りてるかっていうとですね、CX60 私乗ってるんですが、それの6ヶ月点検と、あとリプログラムですね、それとドアの音の解消ということで、結構6時間ぐらい預かるということだったんで、台車をお借りしているところです。で、せっかくなんで、それのねレビューも改めてやっていこうかということで、C セグメントの、比較的コンパクトな SUV である CX30、以前にもね、なんで売れないんだよ、いい商品なのにっていうね、売れない理由みたいなものも動画で出したんですけども、あれねめちゃくちゃ回ったんで、改めてこの車の分析をしてみたいと思います。最近、ワンソクチューブではですね5項目、分析ということで、ドライブフィールはですね5項目、分析しています。走り、そして、運転視界シート、そしてナビ、メーター、エアコン、その他操作系で総合評価の5項目でドライブフィール評価してるんですけれども、こちらの CX30 も5項目評価していきたいと思います。内外装編もね改めて撮ってみたいと思いますので、内外装編も見たいぜという方はですね、ぜひいいねボタン押していただければ、いいねが1000ぐらい超えたらちょっと撮ってですね、プリウス、そして私クロストレックも納車されたんで、同じく C セグメントの車比較ということで、レビューしたいと思いますんで、いいねでぜひ応援してください。で、まず一つ目の項目、走りの項目なんですけども、こちらはですね、アクセルフィール、あとブレーキタッチ、あとはステアフィールとかですね、その辺の、あと、音、振動、乗り心地、そのあたりを、レポートしたいと思うんですけども、こちらは 1.8 リッターのディーゼルターボエンジンと。で、それに6速のオートマチックが組み合わされていますけども、今アイドリングストップしてます。こちらは、マイルドハイブリッドが搭載されていませんので、エンジン再始動する際にはセルが回ってキャシャドルンという、セルが回る音がする、タイプとなっています。ちょっと解除してみましょうかね。はい。こんな感じで、キャシャドルンっていう、ちょっとラグはあるんですけど、エンジン再始動の音自体は、低く抑えられてますが、アイドリング中に今エンジン回ってますと800回転ぐらい。で、ディーゼルってわかるぐらいのガラガラ音は、多少聞こえると。で、発進加速とかはですね、結構スムーズ。今ここまで CX60 で来たんですけど、もう扱いやすさ的には、もう確実に、乗りやすさっていうところですかね。それは、CX30 の方が、軽快感もあるし、ステアフィールも重すぎないし、60のクロスリハイブリッドが乗り換えて、いや、楽だなっていう第一印象ですね。ちょっと60のクロスリハイブリッドの4駆は、ステアが重すぎ問題があるんで、FR のクロス D、ちょっと先日乗ったんですけど、それはね、ナチュラルな感じだったんで、あれがね、ほんとベストかなって思うぐらいだったんですが、こちらの30ではその重すぎるとかいうこともなく、従来のマツダの、人馬一体感っていうのが、感じられる、コンパクト SUV になってるなと。で、乗り心地も全然いい。こちら18インチを履いてるかと思いますけども、全然いいっすね。で、アクセルに対する出力の出方も自然な発進加速になっているし、絶対的なパワーみたいなのはあるかと言われるとそうでもないですけども、ステアフィール、アクセル回路に対する出力、で、乗り心地は今のところ良しですね。で、音はディーゼルってわかるぐらいの音振動はある。だからここは20S とかの、あとスカイアクティブ X とかの方が、静かではあるよなって思いますけどね。ちょっと前が空いた時には加速も試してみましょうかね。おー、でも、加速と音いいなぁ。いいっすわ。だから走りの評価としては、めちゃくちゃいい。これはいい。
じゃあちょっとクロストレックとプリウスとかと比較したいっていうところもあるんですが、あの最近ね2台納車されたんで、でもクロストレックの走りもめちゃくちゃ良かったんですよ。でプリウスも走りもいいんですよ。じゃあどれがいいのって言われると、静粛性だけで言ったらまあプリウスですよね。で走りのバランス、操縦安定性というか、軽すぎず重すぎず適度な感じっていうのはクロストレックが良いし、あとあれマイルドハイブリッドなんだけど、モーターで駆動できる領域もかなり広いんで、クロストレックはね想像以上に走りは良かった。うん、あの今結構気に入って乗ってます。プリウスも全然いいんだけど、あの走りの楽しさっていうところだとクロストレックの方がいいかもなっていうぐらいですね。やっぱリニアトロニックよくできてる。あと CX30、 じゃあそれに対してどうなのかっていうと、もっと重厚な感じ、だからちょっとアウディのそれにも近いような、日本車っぽくない、いろいろなところの操作フィールが重厚な感じだから、これを重いと感じるか、あのしっかりとした手応えがあると感じるかは、あの人それぞれですけども、全然これはこれで世界観としてありですね。うん、安楽な車が良ければプリウスが間違いなくおすすめ。でも自分で走ってる感みたいなのがあのいいというのと、やっぱ内燃機関の良さ、そして燃費も、これ多分高速燃費はむちゃくちゃいいと思うんで、それを求めるんであれば、あの全然 CX30 はいい選択肢だと思いますし、あの価格もやっぱ CX30 はあのリーズナブルなんで、特に 20S のコスパの高さはやばいんで、そういう意味でも良いかなと思います。そう、あの走りに関してはかなりグッドですね。でブレーキタッチに関しても、あの初期モデルでは結構初期精度を弱めで、おっとっと止まんないっていう印象があったんですけど、それもちょっと初期精度を弱め傾向から若干普通に戻ってきてるなっていう感じはありますね。あの私も乗っていたマツダ3とか の初期モデルとかは、あの動力に対する初期精度の立ち上がりちょっと弱めっていう傾向があったんですけど、この30とかではそんなに今のところ気になってない。ちょっと強めにアクセルを開けて強めにブレーキを踏むようなシーンでも、あ、まちょっと、中央以降 のブレーキの反力が強めっていうのはあるかもな。だから強めに踏まないと強く制動が立ち上がらない感は若干あるけども、あのとおっとっと止まらない感はないですね。うん、そして、着座姿勢、ドライビングポジションですけれども、マツダはですね、ステアリングを中心に足を自然に伸ばした位置にアクセルペダルとフットレストがありますんで、ドラポジに関してはいろいろなメーカーの中で一番自然と言っていいと思います。もうこれはめちゃくちゃマツダがこだわってるポイントなんですよね。でよくある車では左足のフットレストがあのトランスミッションとかが張り出していて、中央寄りにオフセットしている車ってかなりたくさんあるんですけど、あとは右足のアクセルペダルがホイールハウスが干渉して内側に入っちゃってると、だから左右どっちかに体がねじれるような着座姿勢の車ってかなり多い。特に輸入車はやっぱ右ハンドルに最適化されてなかったりとかするんで、ホイールハウスの張り出しでかかったりとかするんですけど、あのそれだとね、長時間乗ってるとやっぱこっちに体がねじれてると腰が痛くなる、これは間違いない。だけどマツダはそういうその腰が痛くなるとかはなく、あのちゃんとまっすぐ足を両足を伸ばしたところにペダルがある。で、アクセルペダルもオルガン式なんで、かかとから、地面につけてじんわりと踏んでいけるようになっているので、そして、シート自体も骨盤を立たせるような、あのシートになっている。適度な、やっぱ硬さがあるシートになっているので、これはね、ドラポジに関してはもうマツダはね、超二重丸。うん。で、ステアリングも、もう握りやすい。下まで降りないとかっていうのがあったりとかするんですよ。あの、この、チルトの、とか、テレスコの可動範囲が狭い車とか、往々にして多々ありますけど、マツダはその辺はバッチリですね。うん、で、運転視界に関しては、マツダ3ほどじゃないけども、ま、天地方向、ま、でも、マツダ3ほど、A ピラが寝てないんで、ま、ちょっと天地方向の視界っていうのは狭いかもしんないけど、フロントの見切りも、まあ、あんま見えないけど、車両感覚のつかみづらさみたいなのはないですね。うん。まあ、でもちょっとやっぱこの天地方向が、視界が、特にこの、ミラーと、マツコネの、まあ、モニター、
がフロントのボンネットの視界にかかるほどではないけど、ここの特にあのスパンが短いですよね。だからミラーがだからもうちょっとこの辺にあるとか、なんか視線の先にミラーがあるのはいいことではあるんですけど、その分ちょっと前方視界、斜め情報の視界を邪魔しちゃってる部分はあるかなと。まあ、ここに車が来る、この視界の先に車とかね、人が来ることはないと思うんで、上空を飛んでるってことはないと思うんですが、まあそのぐらいですかね。だから視界は悪くはないけど、まあ特に A ピラーの付け根とかは、まあちょっとあっちはツイッターがあって大きいですけど、この辺とかもちゃんと隙間が空いてるんで、全くあのミラーと A ピラーが被っちゃってて、視覚がめちゃくちゃ大きいとかっていうことはないので、まあこの辺はまあいいかなというところですね。なんで2項目目の、シート、ドラポジ、運転視界、この辺はまあまあよしという感じじゃないでしょうか。そして3つ目ですけども、ナビ、メーターの視認性ですね。まあナビは8.8 インチなんですよね。でタッチ、負荷、その分奥に、視界邪魔しないようなところに配置されているのはいいんですけども、この頃のマツコネのナビはですね、まあ2画面分割もできるけども、天地方向に解像感が足りてないので、そこがなちょっと進行方向側の見える範囲が狭いかなっていうのと、あとただでさえあの天地方向がないのに下のところに黒帯がついちゃって、あの CX60 ではですね、改良されてるんですが、あの半透明になったんですよ、 CX60 では。でこの古いあのマツコネだと下があの完全に黒帯になっちゃってるんで、天地方向の解像感ピクセル数が余計にあの短くなっちゃってるっていう問題はあります。あとやっぱタッチに対応してないっていうところは、あのオッドキャストとかあのカープレイとかを使う際にはもう確実なデメリットになるので、そこはねタッチにも対応してて欲しかったなっていうのと、またとはいえ手元で拡大縮小とかができるのは運転中はあのこっちの方が安全かなとも思います。でメーターはですね、中央に7インチの液晶が入っているまあ三眼メーターになってますけども、まあ表示できる情報量はあの多くはない。まあと当然地図とかの表示はできない。ただまあシンプルな作りにはなっているので、ドライブに必要な、回転スピード、その辺は見やすいかなとは思いますけどね。まあもうちょっと情報多くてもいいかなとも思いますけど、まあこれは賛否両論いろいろあるので、このぐらいがいいんだよっていう人もいるとは思います。個人的にはもうちょっと多くても良いかなと思いますので、まあナビメーターに関してはね、並、以下というような評価になるかと思います。もう最近ね、だってシエンタとかあの辺ですら10インチのナビ画面になったりとかする、アクアとかでもね、10インチとかあるのからするともうちょっとだいぶちっちゃいなっていう印象ですよね。これがだから CX5 とかの10インチとか、あとはまあ60の 12.3 インチまでを望むべくでもなくても10インチぐらいあるといいよなっていう感じはあります。ただヘッドアップディスプレイはついているし、ブラインドスポットモニターの情報をヘッドアップディスプレイ上に表示できたりとかするっていうところではいいかなと思いますので、まあ有料化だったらギリギリ量ついてもいいかなっていうぐらいですかね。 U はちょっとつけらんないかなっていうところです。で続いて4項目目ですけれども、エアコン、その他操作系の評価ですけども、エアコンは左右独立になってて、これはグッドですね。まあプリウスとかあの海外では、左右独立なのに、日本仕様ではね、上位グレードでもデュアルエアコンになってないっていうね、あのそういうせこいところがありますが、マツダはちゃんと左右独立のエアコンになってると。まあただシートベンチレーションとかはないので、まあそういう点ではですね、プリウスとかの方が優れてるかなと思うところですね。で昨今廃止されがちな CD、DVD のプレイヤーもついてると。で、こちらのジョイグレードではですね、BOSE の、スピーカーもついてると。で、BOSE っていうね、ピアノブラックのパネルもついていて、で、全窓ワンタッチオープンに対応してると。この辺はクロストレックではですね、フロント席、運転席、助手席しかあの窓のワンタッチに対応してない。後ろの席はワンタッチに対応してないとかっていう、そういうねしょぼいところがあるけど、あの CX30 ではちゃんと4枚窓ともにワンタッチオープンに対応してると。プリウスでは もちろん4枚ともあの自動で開くようになってますけど、で電動パーキングブレーキにオートブレーキホールド、メモリー機能はないけどついていたりとか、あとはまあ後部座席の、まあ、広さとしてはまあライバルに対してちょっと狭いかなっていう感じもあるし、ラゲッジスペースに関しても、まあ、特段広いっていうわけではないけども、まあ、使い勝手としては悪くないというところで、ユーティリティ
っていうところでは広さを求めるんであれば他の選択肢があるかなと、ないしはもっと兄貴分の CX5 あたりを選ぶという選択肢はあると思いますが、まあ、コンパクトゆえの取り回しの良さとかですね、そういうところを重視するのであればもう全然 CX30 ありだなって思うところですね。ということで4項目目エアコン、その他操作系に関しても、まあ、量がつけられるんじゃないかなと思うところですね。で総合評価ですけども、あの本当改めてよくできてるなっていう、もう走りに関しては本当気持ちいいですね。1.8 リッターですけども、やっぱ出た当初のなんかちょっともっさりとした感じっていうのが完全に払拭されていて、もう走り始めてしまえばディーゼルと分かんないぐらい、まあ、アイドリングしてる時とあと、1速2速の加速の時とかはですね、ギャラギャラとした音があるんですけども、まあ、それ以外は本当気にならないですね。いやだから走りはね骨太で、ちょっとアウディ乗ってるみたいな感覚がある、そういう良さはありますね。なので、まあ、見た目のかっこよさ、フェンダーアーチモールの分厚さみたいなのが気にならない人はですね、CX30 結構おすすめですね。私はちょっと出た時はサイドロアモールとかフェンダーアーチモールが厚いのが若干気になってたけど、あの今となってはそんな気にならないですし、何よりコスパがやばいと、で内装の質感もめちゃくちゃいいと、この辺とかも全部ソフトパッドだし、ステッチ付きのこのブラウンのね、ダッシュボード周りとか、あとボーズのサウンドシステムついてたり、この辺もハードプランに見えるけど全部ソフトパッドなんですよ。いやー改めて質感モンスターだなって思いますけど、まあ、そのぐらい、CX30 はですね、コンパクトクラスの SUV の中ではもう内外装の質感はもうトップと言ってもいいんじゃないかと、でこれがそんなに高くない価格で買えるというのは本当にありがたいなと。もちろんシートヒーター、ステアリングヒーターもこれついてます。まあ、ベンチレーションがついてないですけど、まあ、さすがにこのクラスにね、臨むのはなかなか、レアだと思いますが、まあ、そういう意味ではプリウスがベンチレーションついてるのは、まあ、すごいなと思うとこですけども、まあ、運転席はパワーシートになっていると、助手席は残念ながら、手動ですね、CX30 でも。プリウスでも、助手席側は手動でした。クロストレックだけ助手席側もちゃんとパワーシートになってた。そういうところ結構各社一長一短という感じにはなってますが、まあどれを選ぶかというのは悩ましいですけども、本当内装の質感で選ぶんであれば、まあ個人的にはもう CX30 が一押しですね。で走りにおいてもこのディーゼルの、クロス D も良いと、もっと言ってしまえば 20S も安くてかなり良いという感じになるので、本当にね、コスパっていうところで考えるとマツダやべえなって改めて思うところですね。はい、ということで最後まとめですけども、1項目目走りめちゃくちゃ良いと、もうこれはもう太鼓判ですね、骨太。2つ目、ドラポジとかね、シート運転士会とかはこれも20万間違いなくいいと。そして3つ目、ナビメーターこれは若干課題ありという感じですけど、運転に支障ないっていうところですね。で4つ目、エアコンその他、操作系これも有料かだったら有と。そして、最後総合評価ですけれども、コスパと内装で選ぶなら20丸というような、評価とさせていただきます。改めての CX30 どうだったでしょうか。内外装編も見たいぜという方はぜひいいねボタン押していただけると早めに出したいと思います。車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね、車買ってきてまして行きましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワントクチューブ、次回もお楽しみに。